いらっしゃいませ、こんばんは。バークレーマのマスター片岡です。皆さん、普段ご自宅でウイスキーを飲まれている方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、あのウイスキーにハマってくるとなんですが、あのちょっといいウイスキー買ってみようかなっていうような気持ちになったりしないでしょうか。でも そもそもウイスキーって種類も多すぎて、酒屋さんに行ったりするとどれを選んだらいいかわからない、本当にこう山ほどあって、どれが自分に合うかってなかなかわからないじゃないですか。今回私片岡からご提案なんですが、1本目はぜひこのジョニーウォーカーのゴールドラベルリザーブにしませんかというお話なんですよね。ちょっと長々と今回ちょっと喋ってしまったんですけれども、あの時間もないので早速今回も張り切って参りましょう。クレイモアチャンネル。それではテイスティングに入っていく前に、このジョニーウォーカーゴールドリザーブですねのストーリーを少しだけご紹介させてください。まあ、ゴールドラベルとゴールド、ラベルリザーブというのは別物なんですよ。なぜゴールドラベルにリザーブがついたのかっていうのをちょっとお話しさせてもらおうかなというふうに思っております。もともとそのゴールドラベルというのは、まあ、あのジョニー・ウォーカーの誕生100周年を、まあ、あの記念して創始者ジョン・ウォーカーさんの、まあ、お孫さんにあたるアレキサンダーさんという方が、まあ、制作されたモデルになるんですよ。でその、まあ、その後戦争とか、まあ、様々な要因でそのゴールドラベルというのが一度生産中止に追い込まれてるんですよね。でその後もう一度ゴールドラベルを作ろうという企画が、まあ、持ち上がって、でもここで実は重大な問題が発生したんですよ。それはゴールドラベルに使用していた原酒が何種類かが手に入らなくなってしまったんですよ。まあ、それは先ほど言った通り、まあ、戦争であったりとか、もともと使っていたものが数限りあったというような形なんですよ。なので当時のレシピを、まあ、参考にして新しく作ったのが、まあ、現在のゴールドラベルリザーブ、これになるんですね。違う原酒を使用している以上同じ名前は名乗れない、まあ、あのゴールドラベルにリザーブというのが、まあ、ついたというのがそういうことなんですよね。ちなみにリザーブっていうのは補欠っていう意味なんですけれども、補欠なんて言葉が全く似合わないぐらいのこのゴールドラベルリザーブというのはおすすめなんですよ。まあ、そのお酒の、まあ、ストーリーをしていただけるだけでちょっと飲んでみたくなりますし、口にする前にはこういうことがあったんだなってちょっと物思いにふけながらこの一杯を飲めるんじゃないでしょうか。まあ、あのテイスティングしていきたいと思います。そうね、香りの印象ですけれども、まず一つ出てくるのはやっぱり上品であるっていうことですよね。何ですかね、やはりあのピートを使ったウイスキーをブレンデッドしているので、の上品な甘さというんですかね、あ、いい香りだなっていう後にほんのり心地いいピート差がこう入ってくるんですよね。でなおかつその刺激臭、アルコールの刺激臭っていうのがの度数の割に40度なんですけども、の割にはそこまで強く感じてこないんですよね。私がまず最初に感じるのはのシナモン、そしてクリーム系のニュアンスですね。だいたいそのクリームを卵を使ったカスタード系のニュアンスっていうのが結構強く感じてきますね。で香りを嗅いだ時にそこまでアルコール感っていうのを、刺激的なものを感じないっていうのと同じように、舌に入れた時にもそのアルコールの刺激っていうのが強く感じないんですよね。これ総じて飲みやすいなっていうのがまず入ってくるんですよね。で、まあ、先ほど言いました通りシナモン、カスタードがありながらですが、やっぱり奥にピート、本当にこのピートの香りっていうのがすごく最後心地いいんですよね。では加水をしてまいります。加水をするともうピート感というのがスッと入ってきますね。ただそれでいてもうクリームのニュアンスっていうのが全面的に出てきますし、あとやっぱりピリッと感っていうのが結構強めに出てきますね。ただそのピリッと感っていうのはもう嫌なアルコールの刺激というよりかも、でも総じて柔らかさの中に程よくそのスパイシーさっていうのが入ってくる、そんなニュアンスだったりしますね。はい、ではソーダで温めましょう。いただきます。ソーダで割るとやっぱり少しドライ感が出てきますね。優しい、まろやか、もうなんか抽象的な話になってしまってるんですけれども、いや、そのスイスイごくごく飲めるタイプのウイスキーですね。あのどちらかというと今あの
ソーダをちょっと多めに入れてたんですけれども、これはソーダがちょっと少なくてもいいのかなというふうに思います。ロック、ストレート、ソーダ、これどれが一番おすすめかってなってくると、その全ておすすめにはなってくるんですが、まず絶対的にストレートで一度楽しんでいただきたいというふうに思いますね。でテイスティングで再三言ってたんですけれども、上品な甘さなんで、甘いウイスキーが苦手な方でもこれは許容範囲になってくるんじゃないのかな、スモーキーさも奥の方にしっかりと感じられるから、これは良いアクセントになるんじゃないのかなという部分があったので、万人受けするんじゃないかなと思って今回選ばさせてもらったんですよね。ぜひ皆さんウイスキーの選びにもし悩んだ時に、そういえばクレーマーのマスターがジョニーウォーカーゴールドラベルリザーブをおすすめしてたなと悩まれた時には、この1本を手に取ってご自宅でぜひ一度飲んでみていただけたらなというふうな形で今回は思っております。ジョニーウォーカーゴールドラベルリザーブのご説明だったんですが、いかがでしたでしょうか。本当にこう各々でいろいろと感じられることがあるとは思うんですけれども、飲んでいただいた感想とかまたコメントでいただけると幸いです。本日もご来店のほどありがとうございました。またお待ちしております。